本日ですね、皆様方と一緒に、この被災された皆様方に鎮魂の思いを持ちたいというふうに思います。本日はどうもお疲れ様でございます。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、維新の党の政策委員の田倉俊介さん、皆さんこんばんは。維新の党の椎名剛の秘書としてお世話になっておりました、維新の党川崎市多摩区担当の政策委員となりました田倉俊介と申します。私は椎名剛の秘書として2年間地域の皆様の政治に対するご意見ご要望を聞き解決に向け取り組んでまいりました。この灯籠流しにおいては第2回と第3回前回と前々回において竹を切るところから手伝わせていただきまして、山崎さんをはじめ先生方にもそれと実行委員で一緒にやってきた皆様に勉強させていただきました。私は災害については、政治についてもですけれども、他人の問題でなく自分の問題として皆様一人一人に考えていただけるのが一番大切なことだと思います。土井先生の話にもうちの